元 DIA ウンチェ&日本人も、SBS 初のガールズグループオーディション番組、ユニバースチケット参加者の第1弾を公開ヌーズ2023年7月13日17時45分写真イコール SBS、ユニバースチケット参加者のプロフィール写真第1弾が公開された。SBS 初の超大型ガールズグループオーディション番組、ユニバースチケットは本日13日午後2時、公式サイトと SNS を通じて参加者82人のうち41人のプロフィールを掲載した。プロフィール写真は清純でキュートな魅力をアピールする少女たちの様子を収めた。特に2011年生まれのトロット、韓国の演歌歌手イムソーンや元 DIA のウンチェ、本名、クオンチェウォン、FNC のサバイバル番組から誕生した、プリキルのナナが名を連ねた。それだけでなく、韓国と日本、タイ、ミャンマー、インドネシアなど海外出身の参加者、そして元新体操選手や子役出身の参加者まで、含まれていると伝えられ、注目を集めた。残り41人の少女たちの写真は、今月17日に公開される予定だ。その後、19日に少女たちのプロフィール映像の公開とともに、SBS の公式サイトやとファンキャストで事前投票も行われる。オーディションに向けたレースが始まった状況で、最終選抜される少女たちは誰になるのか好奇心を刺激する。最終メンバーに選ばれた8人は、F&F エンターテインメント所属アーティストとして約2年6ヶ月間全世界で活動することになる。 SBS 初のガールズグループオーディション番組ユニバースチケット参加者の一部を公開。 SBS 初のガールズグループオーディション番組ユニバースチケット新しい予告映像を公開。元記事、配信日時2023年7月13日14時15分。記者、キム・ミョンミ。